はい、それでは令和2年の10月試験問1、袋地に関する問題です。 A が購入した公土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。で、選択肢1ですね。公土地が共有物の分割によって公道に通じない土地となっていた場合には、 A は公道に至るために他の分割者の所有地を賞金を支払うことなく通行することができる。丸か×かという問題です。で、答えはこれ丸ですね。まず、公土地が共有分割によって公道に通じない土地となったと書いてあるので、もともと共有地があった、共有物である土地があって、これを分割したんですね。分割って分けるってことです。分けて、で、公土地が袋地になりましたと。で、この公土地の所有者は A さんで、A がこの公道に至るため、この道路ですね、道路に至るために他の分割者の所有地、この部分ですね、元々は共有地だったけれども、このように分割したことによって袋地と、異尿地ですね、他の分割者の所有地、これが囲んでいる土地に入ります。これを無償で通行することができる。 A さんはこの土地を無償で通行することができる、丸か×かなんですけども、これは無償で通行することができるので、丸となります。で、関連ポイントについては、個別指導で解説させていただきます。で、選択肢2ですね。A は公道に至るため、公土地を囲んでいる土地を通行する権利を有するところ、A が自動車を所有していても、自動車による通行権が認められることはない、丸か×かという問題です。で、これは×です。判例によると、この袋地の所有者、A さんについて、自動車による通行の必要性、これと通行される土地の所有者、つまり、周りを囲んでいる土地の所有者が被る不利益、この二つを総合的に考えて判断をすべきって言ってるんですね。なので、この袋地の所有者の A さんの、車の通行の必要性、これが非常に大きくて、一方で異尿地の所有者の被る不利益、つまり車が通行することによって受ける不利益、これがすごくちっちゃいと言ったのであれば、これは自動車による通行権認めてもいいでしょうといった場合もあり得るってことなんですね。なので、この問題で言うと、自動車による通行権認められることはないってこう断言してるわけなので、これは誤りとなります。で、3番ですね。A が公地を囲んでいる土地の一部である乙土地を公道に出るための通路にする目で賃借した後、公土地を B に売却した場合には、乙土地の賃借権は公土地の所有権に重たるものとして、公土地の所有権とともに B に移転する、丸か×かという問題です。で、答えはこれ×なんですね。問題文の状況はどういった状況かっていうと、 A さん所有の公土地があって、他人の土地である乙土地、この土地を A さんが借りていたんですね。借りていて通行していましたと、そういった状況です。この状況で A さんはこの袋地を B さんに売りましたと。そしたらこの袋地の所有権は B さんに移りますよね。それと同時に、ここを借りていた権利、これも B さんに移りますかというような、これ質問なんですね。で、質問内容は何かというと、A さんが B さんに公土地の所有権を移転したら、この乙土地の賃借権も B に移転する、丸か×かっていうような質問内容なんですね。で、結論は移りません。移転しないんですね。この賃借権っていうのは当然に B さんに移るわけではなくて、乙土地の例えば所有者の承諾とかが必要になってきます。よって誤りだということですね。で、これは実は問題文が非常に難しいんですよ。なので、この問題文の理解の仕方については個別指導で解説させていただきます。で、選択肢4です。A が購入した公土地が他の土地に囲まれて公道に通じない土地であった。A が購入したこの土地ですね。これが他の土地に囲まれていた、周り、他の土地に囲まれていて公道に通じない土地だったと。で、C が公土地を囲む土地の所有権を時効により取得した場合、このね、周りを囲んでいる土地、これを C さんが、時効取得しましたと。この場合、A は C が時効取得した土地を公道に至るために通行することができなくなる。つまり、A はこの土地を通行することができなくなる、丸か×かという問題です。これは×ですね。通行することはできます。
A さんは異名地通行権というものを持ってますので、異名地を当然に通行することができるということです。まあこれはもうそのまま覚えるしかないかなと思います。時効取得した場合も関係なく異名地通行権は主張できるよってことですね。なので今回の問題、正しいものはどれかと聞かれているので、正しいものは選択肢1ですね。選択肢1が正しい選択肢となります。で、今回お伝えをした解説は無料解説になります。宅建合格に必要な関連ポイント、理由付け、具体例、こういった理解学習については無料解説ではなくて個別指導で解説させていただきます。もしあなたが宅建合格を目指しているというのであれば、私はあなたと勉強がしたいです。個別指導がどういったものなのか、これについてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひご覧ください。で、勉強の仕方だったりとか勉強時間の作り方、これについてお悩みを抱えているというのであれば、お気軽に私に直接メールしていただければと思います。で、私のメールアドレスについてはこの動画の下の概要欄に合わせて記載しておきますので、メールしていただければと思います。私に直接届きますので、ご安心いただければと思います。次の試験であなたに合格していただきたいと思っておりますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。